皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。静岡県の学校情報、今回は静岡県立伊豆総合高校の土肥文庫、こちらを紹介します。土肥文庫、普通科の高校です。定員は県内と県外、ね、県外からの募集もしてるね、それぞれあります。県内の募集定員は35名、今年の入試の倍率は 0.49 倍でした。県外の募集定員、こちら5名で倍率は 0.40 倍。この学校、長期欠席生徒選抜、これを実施しています。つまり学校を長期間欠席していた生徒、それから不登校だった生徒、そういう人たちの選抜をしています。ですから下宿をセーブして遠方からの入学も可能になっています。で、1年次は共通の学習をしますが、2年次から2つのコースに分かります。それは分離コースと観光ビジネスコースです。この土肥文庫というところは、ね、海、山、両方の自然があるんですよ。そのためにいろんな活動ができます。授業の中で例えば海の方だとシーカヤックやってみたり、スキューバダイビングやってみたり、ね、そういう活動ができる学校です。で、進路なんですけれど、進路は進学が 52% から就職が 48%、 これらが割合になっています。今回は静岡県立伊豆総合高校の土肥文庫、こちらの紹介をさせていただきました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。